それでは工学部知能機械工学科の配信を始めます。では今日は孫先生に挙動を教えてもらうということで、孫先生お願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、知能機械工学科の孫です。それでは始めたいと思います。ちょっとせっかくなんで一言お願いします。はい、今日は少しではありますが三次元キャドを知る機会になると思うので、ぜひ楽しんでいってください。お願いします。はい、ここは生徒さんと三次元キャドを使ってモデリングの体験をしようとするところであります。今日皆さんと一緒に作るモデルは、ここにありますように乗用車のホイールをモデリングすることであります。まあ、基本的にこの4つのステップを通すことによって、このような立体モデルは完成されます。それではこれを完成することを実際パソコン操作しながら皆さんにテーマしたいと思います。はい、我々が教育で使っている三次元 CAD はソリドワークスであります。ソリドワークス、まあ、世の中にはたくさんの三次元 CAD のアプリケーションがあるんですけど、まあ、この世の中で一番ユーザーが多いと言われるこのソリドワークス、まあ、特に家電業界ではよく使われている三次元 CAD であります。でこれを使って今日向こうにあります自動車のホイールをね、モデリングしていきたいと思います。ちょっとあらかじめここにスケッチを、まあ、完成させておいたものがありまして、この二次元的に完成させたスケッチを、まあ、順番に従って立体モデルにしていきたいというふうに考えております。まずホイールのこのリムですね、このリムを立体化していきます。これを選択して立体化していくためにはこのフィーチャーという機能を使うんです。まあ基本的にこの断面形像を、断面のこの二次元的なスケッチしたものをここにありますこの回転軸に対して360度回転することによって外側のリムが出来上がってくるわけであります。それでは始めます。でここは回転軸を選択するというところがありますので、これを選択すると外側のリムが出来上がってくるということであります。じゃあこれで OK すると、まあ比較的に簡単にこのリムの形状を作り出すことが可能になります。その次にその中にこのリムの中にこの、まあ、スポックを作るための面を生成したいと思います。これはスポックというところを選んで、同じようにこのスポックをの面をこの回転軸に対してフィーチャー化していきます。で同じようにこうなりますと、まあ、このように出来上がってくるということで、これをまあチックをするとスポックの面が生成されるわけであります。その次にこのスポックの面に対してこの穴を開ける機能をしたいと思います。まあ、基本的にここはまあ空気を通してブレーキのいろんなまあ空冷とかという効果を高めるためにまあ結構穴が開いてるんですけども、これをこれから作っていきたいと思います。でちょっと順番が上になっていますので、下に下ろして、でこれについてこの面に対してカットしていくということでありますので、このカットフィーチャーの中で押し出しカットという機能を使っていきます。でこれでやりますと、この矢印が反対方向になってますので、これをちょっと反対方向に変えて、全面貫通、すべてのフィーチャーを貫通させるようなカットモデルを作っていくということです。まあ、なりますと、まあこのような1個の穴形が出来上がったと。で実際これはまあ向こうにありますように好きな数だけ穴を開けさせることが可能になります。これはまあソリドワークスが持っている円形パターンという一つの機能を使うことによって、比較的に簡単に穴を開けさせることが可能になります。この場合でもまあ円形パターンなんで、円形の軸になるようなものを選択をして、これ何個するかということを、まあ自分がいろいろな設計パラメータを変更することによって好きなホイールの数をまあ設けることが可能になります。まあ、ここは10個設けました。でこれ均等に穴を開けるということでやりますと、まあこのようなホイールの穴が開いた形になります。でちょっとこう固定するために、車体に固定するためにこのまあネジ穴を開けるんですけど、これに対してもボルトの穴というところを下に持ってきて、でこれも先ほどと同じように選択した状態でカットモデルをしていきますと、まあこれも反対方向になってますんで、まあモデリングの仕方によっては方向が反対になったりすることもありますので、
うまく方向を変えてやると、まあ、1個のこの、まあ、ボルト穴が開くということです。でこれも先ほどと同じように円形パターンを使って同じ形のものを、まあ、好きな数だけ、今の場合だったら6つを作ったということなんで、6つを等間隔で設置をすると。でここも回転軸を選ばないといけませんので、回転軸を選ぶと6つの穴が連続的に開けられることが可能になります。まあ、以上のように4つのステップでですね、まあ、ホイールのような形が完成されるということであります。いかがですか、分かりやすかったですか？分かりやすかったです。今まで使ってきた CAD って結構難しいように思うけど、なんか結構パターンとかがあって比較的簡単に作れたりするから、うん、そうですよね、はい。で彼女たちも知能機械工学科に入って1年生からこの3次元 CAD を1人1台の環境の中で実践的に、まあ、設計の始まりであるこの3次元 CAD のアプリケーションの使い方について教育をしているわけであります。はい、じゃあ皆さんは授業を受けてどうだったんですか？いきなりちょっと振るんですけど。すごい初めは難しくて全然分からなかったんですけど、先生と一緒にゆっくりやっていくうちにすごいできたら CAD は達成感がすごいので、なんか苦手だけどすごい楽しい感じになりました。ありがとうございます。まあ、結構褒め言葉でいただいたというかな。まあこれから頑張りますんで、まだね、ということで、まあ、この3次元 CAD というのは、まあ、設計をするためのツールですよね。工業製品を作るためには、まあ、絶対設計というプロセスを踏まないといけません。この設計においていかに設計品質を高めるかということと、設計のまあリードタイムというのはちょっと難しい言葉ですけども、まあ、設計の全体のこうかかる時間をいかに短くして、完成品まで持っていくためのまあスピード感を持たせるかということを考えたときに、この3次元 CAD でまあ設計をするとか、あるいはものづくりを3次元 CAD で考えるというのは、まあ、これから一つの大きなトレンドになってきていると思いますし、産業界においてはもうすでにホットなイシューになってきているというふうに思います。で我々はここでモデリングしたものをただ形を作るということが目的ではなくて、まあ、2年生3年生4年生に進学していくと、もっと高度なものづくりのいろんなまあ評価とか検証するようなことが必要になってきます。まあ、それはまあ世の中の言葉で借りるとまあシミュレーションというふうに呼んでるんですけども、実際まあある工業製品モデリングしたものに対して、例えばパソコン上でそれをモデリングして仮想的にいろんな条件を加えて、まあどのように変形するのかとか、どのような動きをするのかいったようなことを事前に評価することによって、もっとものづくりの品質、あるいは製品のコスト、あるいはまあ納期といったようなものがもっとお客さん思考的にこう変わっていくことが可能になるということであります。まあ、我々はそういうことを大事にしながら教育に取り組んでいるということでありまして、まあおそらく高校生はですね、まあ3次元 CAD を高校の教育の中でまあこう触ってみたり使ってみたりするような経験そんなに多くないんじゃないかなと思います。まあいうことで、我々はまあ高校生がこの限られた時間と空間の中で、まあ、3次元 CAD というものの魅力ですね、わーっと、あ、こんなものがこんなに簡単にできるんだということを感じていただければ、まあ、大学に入って次の教育につながっていくんじゃないかなということで、まあ、やっているものであります。今日、まあ、皆さんにとって参考になるような話にあったら嬉しいなというふうに思います。 CAD を見てみて楽しんでいただけましたでしょうか？他にも知能機械工学ではいろんな研究をしていていろんな先生がいるので、ぜひ知能機械工学科に遊びに来てください。どうぞ一言。一言急に振るん。楽しかったらまた8月もオープンキャンパスあるんで来てください。はい、じゃあいいですか？はい、わー、これで終わります。よろしいですか？はい、まだ会いましょう。工学部知能機械工学科のライブ配信を始めます。では高畑先生お願いします。はい、知能機械工学科の高畑です。今からこの装置を説明いたしますのでご視聴ください。では、この装置は、
次世代知能化技術実験システムのうちの今日はライブ配信では交通システム系実験装置について説明します。この装置はビークル操舵機構の MBD 実験、ステアバイワイヤーにおけるシェアドコントロールの MBD 実験、 HMI ヒューマンマシンインターフェースの評価実験をする実験装置です。一言で言うと自動運転と手動運転の時の、ね、ハンドの手応えを実験する装置です。それではここで今から自動運転と手動運転を動画でお見せします。それではスタートします。まず自動運転です。今動き出しました。前方にパイロンがあります。それをスラロームで抜けていく状態が全自動で動いていることが分かると思います。でもこれも全部ここで説明した MBD 実験で学生が開発したものです。この画面の動きも全部学生が制作しております。このハンドルの操作の制御も学生が MBD で設計します。はい、これで自動運転を終わりまして、次にその対極にある手動走行を行います。でその手動走行で見たいことは、今度これステアバイワイヤーというシステムを使っておりますので、ハンドルからの機械的な手応えがないんですね。だからここで人工的に操作反力を出して、人間がうまく運転できるような仕組みにしています。それでは今から手動運転の様子をご覧入れます。はい、スタートしてください。はい、今スタートかけました。今手動でアクセルを踏んで加速したところです。で今スラロームで自動運転と同じように抜けてますが、実はこれハンドルが非常に軽い状態だとこんなにうまくできません。従来の車のように適正な手応えが返ってくるおかげで、このようなスラローム走行がスムーズにできているのが見て取れると思います。これはこの装置の2つ目の目的です。以上でこのデモンストレーション終わりまして、こちらの掲示にプレゼンに従ってですね、いろいろ説明したいのが、何か質問等ありますか？交通システム系実験装置って基本的には何のことを指しているんですか？交通システム系っていうのはこの3つですね。先ほど言ったビークルって車両という意味ですね。車両の操舵機構の MBD 実験、 MBD 実験というのは、ここにあるようなモデルを使って、こういう動く、さっきのような動く装置をですね、設計することをモデルベースドデザインの実験をするものです。これはステアバイワイヤーというのは電気信号によって、操舵タイヤを動かす装置のことを、シェアードコントロールというのは人間と自動車の、ね、協調制御をどのようにするかということ。最後に HMI というのは自動車と人間が仲良くするためにね、ヒューマンマシンインターフェースを評価するための実験、この3つが主なこの装置の目的です。まだ難しかった？いや大丈夫。大丈夫ですか？はい、はい。この下のこの図って授業でやっているマトラボをもっと発展させていったらこんなことができるようになるんですか？はい、その通りです。今授業でやってる制御、基礎制御なんかでやってるのはね、もっと簡単なシミュリンクでモデル作ってますが、それの集大成がここにあると思ってください。だから皆さんが授業でやってる知識はこういう装置に生かされますので、こういうところに目標があると思って授業を受けてもらうと、もっと活性化してね、いろんなことが生き生きと学べると思いますので、こういうの難しいと思わずにこういうところで役立つんだということを再認識してください。この場を借りて宣伝します。ステアバイワイヤーってどういうものなんですか？ステアバイってステアっていうのはハンドルを切るということですね。でバイは何々によるということです。ワイヤーというのは物吊り下げるワイヤーではなくて、制御信号を送る電線のことを言います。すなわちハンドルから信号を伝えて電気信号で、下のタイヤを、ね、動かすことをステアバイワイヤーという、ワイヤーというのは電線というんです。で
実際の車は、今の車はここからシャフトが出て機械的に下のタイヤを回してますが、その間が全く物理的につながってないので、普通の車のようにね、路面からのね、反力が戻ってきません。そうすると今言ったように軽いハンドルになってしまって手応えがないんで、切りすぎたりどのぐらい切ったらいいかと余計肩が凝っちゃったりね、非常に運転しにくい車なんです。だから人工操作感を与えてますね。人工的にシャフトがある車と同じようなね、効果を出してます。振動を与える伝わるようにするってことですか？振動もだしね、はい、それから難しいのはタイヤを切るときに元に戻ろうという復元力がありますね。ああいう復元力なんかももちろん模擬しますし、もっと言うと何メーター先を狙ってハンドルを切るというね、そういう予測制御に対する手応えも出します。なるほど。こっち側のボードはどういったことを説明されているんですか？これは先端のシステムのことを言ってまして、今この3つのシステムを入れたんですが、今ここだけ特化しました。あとビークル安全系統低環境負荷というのがあるという説明があって、でここのところ左上ちょっと小さいと思うんですが、これは経産省の提唱しているすり合わせ 2.0 という、ね、国策に従ってこの装置は作って、そのようなエンジニアを育成したいと、国策に沿ったものを作るための実験装置である位置づけですということが細かいんですが書いてあります。わかりました。国の政策によってこの装置は成立していると、大げさに言えばね、そういうのに従ったエンジニアがこれで育成できます。本学に来るとそういうエンジニアを育成するのが私の目標です。はい。ビークル安全系装置は、あれですよね、車とかの全体的な、あ、これちょっと今影に隠れてますけどね、ビークル安全系っていうのは、歩行者とか前にいる障害物、それを自動で避けるための経路を計算するシステムです。これ歩行者とか回避、ただ自動運転で任せればそういうところが自動的にハンドル切ってますので、障害物があったとしてもね、人間ボッとしてたとしても自動で避けてくれると、それまたステアバイ以外のいいところですよね。勝手に下のハンドルだけが動けばいいのでね、はい、今流行りの自動運転ってことですか？自動運転、さらにそれの障害物、はい、で自動運転というのは、まあ、この場では今日時間がないんで割愛しますが、はい、もっとレベルがあってね、今言ってる自動運転はレベル2とかレベル3の世界なんで、ここで言ってる自動運転は皆さんの将来を見越して完全自動運転レベル5を目指すための研究とかの実験装置です。もっと将来を見据えています。わかりました。低環境負荷実験装置はこちらが映ってると思うんですけど、ここ映ってると思うんですが、これはハイブリッドエンジンを模擬したもので、まあ、全体細かい話はしませんが、これはシリーズハイブリッドエンジンを模擬して、どのようにしたら省エネ、すなわちですね、カーボンフリーの環境に負荷をかけない動力性能が出せるかというものを実験研究する装置ですね。で、見たところハイブリッドエンジンの形してませんが、これはハイブリッドエンジンを実験する形態に戻すと、まあ、こんな形でいろんなところがきめ細かく制御できるようになっています。これも MVD 実験の一つの形です。ではこの辺でちょっと、広島工業大学にはこのような実験装置がたくさん揃っているので、皆さんも次世代のエンジニアを目指して一緒に勉強しに来てください。はい、これで知能機械工学科の7月のライブ配信は終わります。8月にもオープンキャンパスあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは配信終わります。はい、それではどうもご視聴ありがとうございました。さようなら。